江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、日本企業でもないがしろにされる渓谷人ということでスレッドがありましたのでご紹介していきたいと思います。それではくーちゃんお願いします。一部の人事担当者は、多くの求職者が投資制の就職を考えていると指摘した。年間売上が8000億ウォンに達する歯科機器メーカーの人事担当者は、ただ渓谷で日本が好きだからという理由で弊社に就職しようとする学生が多い。そのような学生が面接中に明らかになるが、いくら能力が優れていても採用しないと述べた。ほう、それは別に渓谷人に限らずじゃない。はい、じゃあですね、こちらに対して渓谷の反応を見ていきましょう。自分の国が嫌いだからって逃げてきた人間を採用する国、もうちょっと自国でも適用できず海外に幻想を持ってネガティブなことばかり考えてる人間が海外で適用して成功する確率は低い。そんな人間取りたくないよな。日本は観光客の立場から見れば素晴らしくても、実際にそこで暮らす会社員の立場から見ればめちゃくちゃ大変だと聞いたことがある。会社員の立場から見ればめちゃくちゃ大変だね。これは仕方がない。同じ渓谷人同士の面接だったとしても、前にいた場所に対して不満を漏らしたり文句ばかり言う人間は印象が悪い。新しいことに挑戦したいから来ましたと言った方がずっと好印象だ。どこにもユートピアなど存在しない。そもそも生きるということは大変なことだから、ここの生活は天国みたいだとか言ってる人は逆に詐欺師だと思った方がいい。実際海外で生活してみると、我が国ほど便利な国は他に存在しないというのに。そんなことないと思うよ。日本にどんな幻想を抱いていたのか、まさかアニメや漫画で日本の全てを知った気になっていたのか。どれだけ優秀でも採用しないってどういうこと。逃げ癖がある人は優秀じゃないって、それこそただの凡人の考えじゃないか。逆だろ。優秀でも逃げ癖があれば採用しないってことだろ。みんなが思ってる以上に日本は能力よりもマインドを重視する。理由はよくわからないけど、正しいマインドを持っていないとどれだけ能力があっても難しいらしい。まあね、トラブルになりそうな人間を雇いたくはないよね。逃げた場所にも楽園はなかったと。日本も我が国と同じくらい厳しい企業は厳しい。日本の良い部分だけを想像して日本へ行ったんだろうな。これは人事担当が正しい。自国の境遇に耐えられないような人間が言語も文化も違う他国の企業で成功するはずがない。どうせ後で想像と違ったという理由ですぐに逃げ出す。企業は社会性が優れている、人間を欲しがっている。自国で順応できずに逃げてきた人間を見て社会性があると思う方がおかしい。しかし労働環境なら我が国よりも日本の方が良いというのは事実。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。じゃあね、上の方からいきますかね。真面目に働かないからないがしろにされるだけですが、何か文句ある。そりゃ嘘つきは会社にいらんよな。働かないのに権利ばかり主張、教えても言うこと聞かない。そりゃ技術パクられるから用心してんのよ。人事部もしっかり見極めないとね。今の面接は学力だけじゃないからね。高学歴だけで入社できる時代は終わりました。いやいや、仕事しないやつはどの会社もいらねえですよ、わら。能力があると思っているのは自分たちだけ、そういうとこだぞ。軽だからじゃなくて役に立たないからでしょ。日本が好きだから、それも嘘だし、お前らは楽して金をもらおうとしていることが見え見えだからだろ、汚なあ。君ら仕事をいい加減にしかやらないから、日本では使えないのよ。お給料払ってても、後々強制されたって言われちゃかなわんもんね、わら。そうそう、渓谷は素晴らしいから、こっち来ないでね。週4日で1週間分の給料は出ないよ、わら。逃げ癖があるのは、利商売からのお家芸ですから、かっこ、笑い。人として、ダメな人は、そりゃ雇いたくないわ。警告人だから採用されないんだよ、現場せんなよ。だって、帰国したら強制徴用させられたって言うんでしょ。
嘘つきはいりませんよ。まず嘘ついても平気だというそのメンタルを強制してから出直しといで。まあその前にあれだよな、入れたら最後だよね。あちらの人を入れたら最後だよね。どん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 呼び込んできて会社乗っ取られちゃう。本人じゃなくても後で謝罪と賠償するからなわから、わらわら。理由はよくわからないと言いながら、原因はマインド？マインドって言っているのに原因がわからんってこの文章おかしいとは思わんのか？自己評価が高いよな。ゲーってゲーの技術は世界一とか。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。